日本の正月のね伝統の良さを子どもたちに伝えたいなと、本物のやっぱりお餅つきってなかなか子どもたち経験がないので、そういう本物の経験をさせたいなと思ってやっております。年少さんは、初めてなのでキネとかウソを使ってやるっていうイメージはあったと思うんですけど、実際にお餅って何でできているのかなっていうのを聞いたら、答えれる子が少ししかいなくって、なんかお米じゃなくて粉からできてるよっていう子もいたりして、で実際に見てみて、あ、お米でできてるんだとか、こんな風に作るんだっていうのが分かったみたいで、楽しそうにやっていました。やっぱり今お店でお餅を買ったり、ついても電動のお餅つきだったりして、やっぱりキネとかウスでつく機会があんまりないので、この幼稚園で伝統的な方法で体験できたのがすごくいい子どもたちの刺激になったんじゃないかなって思います。